時間見て、あ、終わったって思ったもんね。びっくりした。すいません、本当に申し訳ない。目がいつもより大きく見える。それはガラコンをしているから。今日は撮影終わりなのでガラコンをしているから。焼肉美味しかったです。ねえ、見た皆さん、あ、今カミレアタイム、ちょっと待って、カミレアタイム38でしょ。38、15分だもんね。わ、間に合わん、切ってしまう。50分まででしょ、ん、50分まででしょ。もうそうだね、5分もったいなくなっちゃう。やらかした。5分のだけやろうかな。5分のだけ寝落ちしていました。いやー、行動力どんぐらいあるんだろう。うーん、見よう。プチリングしよっかな。プチリング1個しかないけど、まあいいや、使おう。はいはいはい。なんか私3倍で攻撃をしてたんですね。でもなんか奥義が使える人は、なんかゴミ入ってるな目に。使える人は2と1で 2倍と1倍でやった方がいいって言われたんですけど、それはどっちの方が効率いいんですか。3倍でやった方がいい、それとも2か1でやった方が効率が良い。ね、見たお知らせ、15時から明日の、そう、明日の15時、明日の17時から翌日の13時59分まで。あ、見てなかった、今2倍使ったけど大丈夫そう。ね、びっくりした。でしかもさ、明日平日じゃないですか。ね、明日って休日、いや平日だよね。大丈夫そう。ずっとってことでしょう。寝なきゃよい。バカ。え、私撮影なんだけど、次の日、次の日しかもさ7時とか8時から多分12時ぐらいまで、ちょうどどんかぶりなんですよね。あ、夜やればいいか、夜寝る前直前までやって。眠いです、すごく眠い。頑張ります。で、どっちの方が効率いい。いや、オールでさすがに撮影に行ったらちょっと顔がむくみます。でも最近ちょっと食べ過ぎているから、元からそうですね、元から顔がむくみますけど、ちょっとアイヤの、ちょうどこのラビリンスのそのこのアイヤの撮影なんですけども、ちょっと次のカードからのちょっと美女はちょっと悪めなの、ちょっと皆さん覚悟の上よろしくお願いいたします。許してください。ちょっとあれ、なんかクルタンちょっと美女悪くなったってなったら、多分そうですね、そういうことです。はい、眠い。あぐや、あぐやとばら出た、歯型ロス。君は無視しちゃう。え、待って、1分50何秒しかない。早いね、プチって。いつもなんかあれだけど、あのもう一つの、あの普通のリングでやってるから。え、で3倍でやった方がいい、2倍でやった方がいい、1倍でやった方がいい。だからちょっとビジュアル目だなって思いながら、つみやさん
カードを回してもらって、でも奥義全くないんだけど、あの出る時もあるんですけど、本当に1日に1回、2回、それは嘘で3回とか4回とかぐらいしか出ないぐらい、本当に奥義が全然出ないんですよ私。そういう時はどうすればいい？あ、行動力がなくなった。だから今回復してもなって感じ。あ、もう50秒だし、なんか、あ、ボス出現してる。あ、無視したやつだ、無視したやつ倒しとこう。なんか最後の1回、最後の1回倒すみたいな時しか奥義出んのやけど、大丈夫そう？みんな同じ気持ちで生きてる？はい、終わった。どうだ、あと12秒ある。魔人は半分切った、半分いきました。あ、ちょっと2人で頑張ってるわ。救援出したけど、私ともう1人しかやっとらんわ。しかも2人とも66ダメージ与えてる。みんな助けて、ちょっと私ともう1人の人しかやっとらん。ちょっと倒しておくれ、1回無料だから。終わりました。クルタまつげパーマしたことある？一回したことあるけど、なんかあんまり効果が分かんなく、効果が分かんないっていうか、分かっては分かったんですけど、効果はなんか気使ってしまう、まつげパーマしたせいでのがすごい嫌で、やめました。お金かかるし、ビューラーであげてもそんな変わらないから、なんかすっぴんの時にちょっとまつげが上がって可愛らしいねみたいな感じだから、別にいいかなみたいな感じです。最近さ、なんかここら辺の眉毛の下の、まず眉毛を整えようと思って、ここの周辺ら辺の毛を剃っていたんですよ、整えようと思って。そしたらここのまつげをビュってちょっと剃ってしまって、ここのまつげだけ短いっていう、半分短い。まつげって生えてくるよね。まつげ美容液塗ればいいか。そう、ここだけ短くなっちゃってちょっと恥ずかしい。眉毛で同じことした。あ、眉毛もあるあるだよね、ビューってやっちゃうやつ。わかる。みんな頑張ろう。でもさ、そんなさ、でもどうなんだろう、そんなずっと回す人とか、いやー、中には亡者の人がいるのかな、明後日のやつって。明日だけど、どうなのかしら。まあとりあえず溜まって、溜まって、まあ最後の最後だから、とりあえず頑張ります。とりあえずできる時にできるだけやってみる。なんかもうなくなっちゃったからって言ってもさ、最後なんだし、なんか最後って思えばなんか何でもできる気がしてきた。もさ私ずっと違う読み方してたかも、恥ずかしい。眠いです。
眠い。やばい、あと2分で終わります。まだ頑張っていらっしゃる方、まだラビってる方、頑張れ。頑張れ。やばい、一生あくび出る。どうしよう。終わったら早く寝てって心配されてる。寝ます。お風呂入って寝る。お風呂沸かそう。すぐお風呂沸かして、目標は1時半かな、1時半ぐらいかな。ちょっと髪を乾かしたりするもんで。いや本当にそうですね、眠いです。やばい、一生あくびが出ます。焼肉うらやましすぎたって。なんかね、この間食べたね、キムチチーズ鍋が家で作った。めっちゃ美味しそうすぎて、美味しそうってか美味しかったんだけど、ちょっとみんなに自慢したいから撮ったんだ、写真。やばない？じゃーん。ちょっとなんか違う。なんで？すごい美味しそうなのに、なんか画面に映したら違う。あるある、なんか違った。なんか違いました。眠い。もう一瞬で寝れるかもしれない。私一瞬で寝れる。エミリンチャンネル BGM で流してたら寝ちゃいました。エミリンさんの声って多分起きそうなのに、それでも寝ちゃった。エミリンチャンネル、さあ始まるよ。部屋の掃除しないと。部屋の掃除するってメールに書いて部屋の掃除してない。掃除機関開けたい。掃除機関開けたい。目の色素薄いねって、これはカラコンです。あ、でも元からちょっとね、色素薄め。やっぱカラコンすると目がさ、あーってキュルルンってなるよね。いや、エミリンチャンネルさん、まだ見てる。ずっと見てる。結構初期の方から見てる私。変わらずですね、面白いです。めちゃくちゃ。さっきミニオンのやつ見てました。待って、 USJ 行きたい。頭抱えた。ちょっとどうしよう。USJ 行ったことないんですよ。ディズニーは行ったことあるけど、 USJ というものにまだ行ったことがないんですよね。ちょっと私の希望だと、次の休みは多分夏休みらへんが、待って、夏休みってさ、フェスとかあるかな、どうだろう。まあ、希望だと夏休みに行きたいっていう気持ちですね、私は。うん、あ、待って、夏って日焼けするか。ちょっとどうしよう。秋休みってないもんね。夏休み暑いね。夏休みは暑い、さすがに。ちょっと待ってね、どうしよう。夏休みの次って何？秋休みってないでしょ。冬休み？冬休み寒いかな。
いやでも寒さなら耐えられる。ゴールデンウィーク、あーゴールデンウィークいいね。冬休み、秋休みあるところある？いや秋休みないと。どうだった？冬休みだね。冬休みに行きたい。何シルバーウィークって、シルバーウィークって何ですか？何ですかそれ。シルバーウィークって何に、何日あるのお休みが。すごい、あ待って、私温度高くしたんだ今日。すごいボーボー言ってる。なんだあの暖房が、うわーって。9月、え何日何日、シルバーウィーク、ゴールデンウィークが、え何日休みでございます、それって。3連休しかない。3連休しかないの？3連休って何？あ3連休しかないの。でもさ、そこで行ったら多分みんなです、みんなそこ行くから混むよ。だったらダメだね。もっとなんかなんともない日とかに行った方が絶対混まない気がする。多分なんともない日に行きたいな。え、そこ行く？みたいな時に行きたい。平日行った方がいいですよね。平日な、でもこれから平日って暇の時ってあるのかな。どうなるんだろう、ちょっと私は謎ですが。ゴールデンウィークに行ったら2つしか乗れない。そりゃそう、暇？本当に？いや私さ、多分暇になる気があまりしない。なるべく行ってきたよね。なぜかというと、いつなんていうの、仕事が来るか分かんないから、行けるときはなるべく行きたいよね。そうなるとちょっと暇とはならないかも。ちょっと卒業したい、さすがに。USJ なら日帰りできる。ホテル泊まりたいよ、周辺の。絶対に ライブしてましたね。眠いよ。そうね、実家が大阪だったら。と福岡になんか作ってもろてお願いします。ハウステンボス、グリーンランド、あ、グリーンランドあるけど、
私は USJ にちょっと行ってみたい。グリーンランド行ったことある。いやー、あと2分だって。皆さんのコメントを見てます。年パスいいなぁ。私は将来は絶対じゃないですか、今の希望は。そうですね、まあ USJ か、まあ夢の国とか、その辺に、おばあ、またおばあちゃんまたおばあちゃんの話で、おばあちゃんになったら、その周辺に住んで、そこを散歩したいです。朝の散歩、夢の国、これはいいですね。これです、絶対にこれ。やばい、59分12秒みんなすごい知らせてくれる。みんなすごく焦ってる。残り1分、これだ、残り1分だよってすごいみんな一生懸命コメントしてくれてありがとう。やばい、25分だ。それでは皆さん、今日も一日ありがとうございました。カミレオタイムしてくださった方、明日も一生懸命頑張りましょう、最後の最後まで。それではおやすみなさい、バイバーイ、おやすみ切れるかな、切れない、切れる、あ、切れない、全然切れない。